はい、皆さんこんにちは。タワルマンドマンマイケル斉藤と申します。本編の動画の前に今回はですね、前回手に入ったコンパクトトラベラーが一体我が家ではどうなったかっていうのをね、紹介しようというふうに思います。はい、こちらが部屋の隅なんですけども、もう完全にドラムスペースというふうになっています。とにかく最低限の機材は揃えたかったので、メルカリハードオフを使って揃えました。ドラマーの人からするとね、ちょっと、その機材どうなのって思うものあるかもしれませんが、どうか多めに見てください。それでは機材紹介していきます。まず一つ目は前回の動画で手に入ったコンパクトトラベラーです。まだね、開けてないんですけど、機材はね揃えましたので近々開けようかなというふうに思っています。そしてこちらが新しく買った機材になっています。今回はタマというメーカーで足元を揃えてみました。はい、二つ目になりますが、ドラムペダルアイアンコブラ600になります。こちらはメルカリで4900円ぐらいで買ったと思います。ケースもね、ついていいかなというふうに思っています。はい、次はハイハットスタンドです。こちらはタマのハイハットスタンドになっています。型番などはね、詳しくわからないんですけども、こちらもメルカリで購入しました。スタンドにはね、ハイハット乗せないといけませんので、ハイハットも買いました。セイリアンの SBR っていうんですかね、14インチのハイハットを買いました。これもね、もうおなじみメルカリで、購入しました。ハイハットにはトップっていう上用のシンバルとボトムっていう下用のシンバルがあるんですけど、売ってくれた人がね、丁寧に書いてくれています。ありがとうございます。はい、これはおまけなんですけども、こちらはカウベルと呼ばれる楽器になっています。これはね、なぜかもともと私の家にありました。確かこれは地元のハードオフで1600円ぐらいで買ったかなと思います。ようやく日の目をね、見ることができるんじゃないかなというふうに思います。はい、というわけでこちらが、買った機材の一覧というふうになります。またこちらでね、新しい音楽を作っていけたらだというふうに思っていますので、よろしくお願いいたします。それではマイケル斉藤でした。さよなら。